ポリプテルスエンドリケリーパリプタースエンドリチェリー。エンドリチェリーは、ポリプテルス目、ポリプテルスカに属する魚類。亜種に、エンドリケリーコンディクスピーカンジェカスが存在する。ギニア、ナイジェリア、ニジェール、ガーナなど、西中央アフリカの火星や湖障。最大全長70センチメートル以上。茶褐色の体色に黒く太い縞模様が入る。体に比べて頭部が、 やや小さく、背中へ向かって盛り上がるような体型をしている。勝利ヒレと呼ばれる独特な形をしたヒレを持つ。大型のポリプテルスとしては最もポピュラーに飼育されており、東南アジアで養殖された幼魚が安価に流通する。また、野生最終個体や高品質な養殖個体にも人気がある。一般的には、レンガ色と例えられる地肌の色が濃く。 縞模様が強く現れるものに人気がある。これらの特徴が強く現れるように選抜されて養殖されたものは一部ブランド化されて高価で販売されている。また、ブリーディングの過程で出現する体型が寸詰まりとなる。変異を固定したショートタイプと呼ばれる品種や白変個体、他の大型ポリプテルスとの交雑種も存在する。丈夫で飼育しやすい種類であるが、 水槽内でも大型化するために最終的には 120cm 以上の幅の水槽が必要になる。ありがとうございます。